第三十课，绘画<話>。本社での報告。在日本龙虎酒业公司大阪总部的会议室里，正召开有关新近提出的亚洲地区金星销售项目的工作会议。会场上，面对公司员工，佐藤汇报了在中国的销售成果。では金星中国プロジェクトの。 佐藤さんに報告していただきます。上海事務所の佐藤です。本日は、金星中国プロジェクトの一員として、どのように仕事を進めてきたか、簡単にご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。まず、海外企画部では、このプロジェクトに先立って、中国市場に対する綿密な調査を実施しました。これには、中国の市場に詳しい、 広告代理店 JC 企画に協力を依頼しました。その調査によれば中国国内のテレビ普及率は95%以上、インターネット利用者数は世界第2位という結果が報告されました。私たちはこれに注目し、テレビ CM の制作とホームページを通した宣伝が効果的だと判断しました。しかし、テレビの普及率が高く、 インターネットの利用者数が多いということは中国の人たちがそれを見慣れているということですから驚きや発見のある内容を提供しないと効果が上がりませんそこで私たちは JC 企画上海支社の中国人スタッフに日本国内を取材してもらいましたそして彼の目から見た日本の姿をホームページに掲載することにしましたそしてこれがプロジェクト成功の鍵になりました もちろん日本の姿なら私たち日本人が内容を選ぶこともできなくはありませんしかし中国人スタッフが面白いと感じるものは私たちと同じではありませんでした私たちはこれを金星の故郷を探るという商品案内と切り離したコーナーにしてホームページに掲載しましたホームページへのアクセス数はお手元の資料をご覧ください それを見れば、このコーナーの人気がお分かりいただけると思います。二百九十ジ基本練習一、プサプロジェクトをどのように進めてきたか報告 上海事務所の佐藤です。本日は、プロジェクトをどのように進めてきたかを簡単にご報告させていただきます。まず、い、技術部、蝶。この一年、弊社でどのような開発がなされたか、報告。技術部の長です。本日はこの一年、 弊社でどのような開発がなされたかを簡単にご報告させていただきます。まず。R 生産部由生産部門でどのぐらい能率がアップしたか報告。生産部の由です。本日は生産部門でどのくらい能率がアップしたかを簡単にご報告させていただきます。 まず3日中大学就職課高原当大学の昨年度の就職状況説明日中大学就職課の高原です本日は当大学の昨年度の就職状況を簡単にご説明させていただきますまず す南警察署山下当地域で起きた犯罪と全国的な傾向説明南警察署の山下です本日は当地域で起きた犯罪と全国的な傾向を簡単にご説明させていただきますまず 地震。1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生し、大きな被害が出た。死者は6434人。負傷者はおよそ4万人。50万棟を超える家やビルが倒れ、高速道路が折れ、地割れが起き、大火災が発生した。 また、2004年の年末には、スマトラ島沖で発生した大地震により、インドネシアをはじめとするインド洋沿岸の国々に津波が押し寄せ、30万人以上が被害を受けた。このように、アジア地区ではしばしば地震が起き、各地に甚大な被害をもたらしている。地震は、 どのようにして起こるのだろうか。地球の陸地や海底はすべてプレートと呼ばれる板のような岩盤に乗っている。プレートは年間数センチのスピードでゆっくりと動いており、別のプレートの下に潜り込んだり、プレート同士で押し合ったりしている。圧力が長い年月をかけて溜まっていくと、ある時、 圧力に耐えきれなくなった岩盤が一気に割れたりずれたりして地震が起こると考えられている。さらにプレートが動くに従ってその圧力が陸地に伝わると地層や地形に歪みが生じる。その歪みを元に戻そうとして地震が起こることもある。日本の国土は全世界の陸地の 約0.3%に過ぎないが、全世界で起こる地震の10%が日本とその周辺で発生している。原因は日本が4枚のプレートの境界に位置していることに他ならない。現在の科学技術では大きな地震に限ったとしても地震の余地は難しいと言われているが、高精度の観測網を整備し、 長期間にわたってデータを観測することで地震の余地ができる可能性もある地震と津波への対策はアジア地域共通の課題であるアジアの国々は今地震についての技術交流や共同研究を始めている298夜 基本練習3。訂錄音、放照例子、替换化線部分。2。失敗の原因、準備不足。今回の失敗の原因は何だと思いますか今回の失敗の原因は、準備不足に他ならないと思います。イ失敗の原因。 メンバーの経験不足今回の失敗の原因は何だと思いますか今回の失敗の原因はメンバーの経験不足に他ならないと思います。R 株価急落の原因政策の実行の遅れ今回の株価急落の原因は何だと思いますか 今回の株価急落の原因は、政策の実行の遅れに他ならないと思います。3. 勝利の鍵。チームが団結して戦ったこと。今回の勝利の鍵は何だと思いますか今回の勝利の鍵は、チームが団結して戦ったことに他ならないと思います。 す、試合が引き分けに終わった理由、攻める姿勢の弱さ。今回の試合が引き分けに終わった理由は何だと思いますか今回の試合が引き分けに終わった理由は、攻める姿勢の弱さに他ならないと思います。お、成績アップのポイント。 苦手科目を中心に勉強し、克服したこと。今回の成績アップのポイントは何だと思いますか今回の成績アップのポイントは、苦手科目を中心に勉強し、克服したことに他ならないと思います。301頁综合練習料。听錄音、在画線部分、 転入核式的语字日中大学の留学生担当の高原です本日は最近の留学生の状況について報告させていただきます近年海外からの留学生が増えています大都市およびその周辺の大学を希望する留学生が多いように思いますがそれにはいくつかの問題点があります第一に 住宅費がが高いことが挙げられます例えば、大都市の中心部の家賃は、地方に比べて倍以上の場合もあります。それで、安いところを求めると、通学時間がかかる不便なところになるわけです。第二に、留学生が大勢いるために、出身が同じ国の人同士が話してしまい、日本人と接するチャンスを減らしていることが挙げられます。 その点、当大学は、次に皆様の関心の高い就職状況からお話しします。就職に関して言えば、インターネットによる問い合わせ、応募が一般化しているため、大都市からと地方からの差が小さくなっています。それについては、お手元の資料が参考になるかと思います。